はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、今回は開演のところに向かうって言ってたんだけど、結局まだ行かないことにして、ジドールの街ですね。ここで魔石というか仲間が一人いるんで、ここを攻略していきたいと思います。で、前回ですね、ミドガルゾームとバリガルマンダ手に入れて、セリスは崖を全部覚えました。50も使うのこれ、微妙に違うの。51、52、53って。で、ティナはミドガルゾームをマスターしたんで、クエイクか。クエイクってさ、敵味方全体だからね。レビトルでもかけとく。じゃあ、で、ここはなんか呪われてるっぽい感じがする。来るな、本読もう。久々に大きな買い物をした。普通のよりもサイズが大きい。1階に飾れそうもない。後で置く場所を考える。次のページ。 ZOZO からガガがやってきた。絵を見せてもらったが全く話にならない。時間の無駄。階段のところのランプが壊れたので道具屋で新しいのを買ってきた。少し高かったスイッチ1つですぐ明るくなるので気持ちがいい。降臨源から画家を呼んできた。わしの目に構うほどの腕ではない。最近体の調子がおかしい。絵を描かせてから地下室から変な音がする。カチャ。絵に描いた宝箱、古い壺、ランプ。まるで生きてるようだ。というわけで、これクエイクも50か。明らかにパイがでいけそうだな。どんくらいの火力が出る。ああ、まあそれなり。ティナーにしてはそれなりだな。ティナーあんまり魔力高くないんだよね、実は。あ、もう1回しか戦わないか。鎧、あれ、壺調べたっけ。ランプか。ガストラ皇帝、皇帝の手紙。秘宝は山が星形に並ぶところに隠した。綺麗な女性の絵。ミスティ、シンクハ、クエイク。これ味方どれだけ当たるんだろう、もし飛んでなかったら。あ、ちなみにティナはグローエッグ装備させてるんで。で、バリガルマンダは魔力プラス2だから、ここでどんどん魔力を鍛えていこう。椅子に座る。背後から何者かが、まあ、シャドウはとりあえずカトンとか投げてもね、ちょっと金使うからね。だが、いて、うん、まあまあまあ、悪くない悪くない、全然いいよ。あ、魔法習得値3も持ってんだ。おい、ババア、俺の椅子に座りやがって。宝箱、モーグリスーツで、こっちはこれは、あれ、なんか開いたり閉まったり、変なとこが出てきた。バイバイ、見せてやる。もはやメテオだよなこれ。強っ。異常なんだけど、異常火力者。いや、セリスマジで。ちょっと待って、これ後ろとかなんかある。死者の指輪、サイドアタック、真空波。もはや真空波がちょっと霞んで見えるな、このファイガーの前では。てか、ファイガー効きすぎてんのか。弱点だなあいつ。真ん中もダメか。これもう一回戦うのかな。あ、いけない。これさ、でもさ、実は違う部屋だったっていうオチもあるよね。え、このマインボールが火に弱いんだ。てか全体的に弱えな、マインボール。魔力プラス2。これでティナがどんどん強くなってくれれば。これは
せっかくで一個ずつやっていこう。騙された。クエイク、クエイクを唱えることじゃないと思うんだよね多分。マジックパー的にもったいない。開けられる293。早いね。ゲッ、すげえ。 あれか、減った分だけ食らうっていうパターンかな。ポーション、どうせ全部取ってこう。真空波で一掃できないっていうところがちょっともったいないよね。ミスリルナイフ投げてきた。エーテル、あとでティナに使おう。もう敵は全部一緒か。なんかこれさ、真空波やる意味なくない？多分クエイクだけで倒せると思うんだよね。じゃあクエイク使う必要なくて普通にファイラとかで気がしてきた。マジックパー的にもったいない。クエイクのティナ早っ。もうレベル上がってんだ。金の針、ちょっとターボ1個使おう。であとでファイラにしよう。もうクエイクの力は見た。おー、なんだこいつ。ちょ、待って待って待って、しまった。おいや、死の宣告、無駄だ。これ効くの？飲まれろ。聞いた。何？まだ生きてるか。メテオ9999。さすがメテオ、めちゃくちゃ強い。あとであれを解除しないと。これこの絵は右、なんか右向いてるけどね。お、あ、これクイック効かねえわ絶対。ファイダーだな。むしろさ、セリスもファイがやる必要ないと思うんだけど。ちょっと一回じゃテントを使おう。これ寝袋もね、多分意外に役立つんだよね。あのマッシュとかシャドウとかマジックパー減ってないから寝袋で良くないかっていう説がある。ひどい、戻された。右向いてんな。ここに来ると右を向く、ここ来ると下を向く。これでいいでしょうか。真空波だけで倒せるな。よし、一番コスパがいい。で、後ろ。さて、お、頼む。あの絵を助けてくれ。あの絵、大事な女神の絵に取り付いた。絵の中に隠れて姿を見せない。リルム、女神の絵に攻撃しちゃん。いかん、とんでもないことになる。チャヌル、ん？チャダルヌーク、邪魔が入った。久しぶりにいい絵。この絵の女は俺がいただいた。そう簡単には返さない。めちゃくちゃ変態野郎だな。誘惑期間、シャドウに誘惑は期間。お、これでファイがやって投げるでカトンやって、なんか絵だけあって炎に弱いかなと思ったけど、どうでしょうか。全然炎に弱いや。ファイラでいいじゃん。じゃあ、まあ、あとこれで回そう。無限頭部いくつだったの。5600か。まあまあまあ悪くない。ここは軽くで押し切る。あ、ちょっと待ってなんかとんでもないことになるって言ってたけど、押し切れるか。ファイガーいけ。9999なのは変わらない。いや、なんか大してとんでもないことにはなってないんだけど。いけ、総攻撃だ。ファイバー、おのれ、こんなはずでは。これがメテオの力。いや、セリスがマジで強い。
6か。まあまあまあ悪くはない。魔物はくたばったから安心しろ。俺たちが倒したんだけど。命より大事な絵。どうしてあの絵に魔物が？競売場で買ってきた石を見ていたら急にラクシュミの絵が欲しくなった。画家に描かせたけどパッとしない。リルムの噂を聞いた。ラクシュミの絵を描かせた。魔物が取り付いた。石の魔性に引き寄せられた。その石はどこに？本棚にしまってある。これは魔石。ただでやるから持ってってくれんか。やったぜ。リヌム行く。でも心配しないで、必ずこの絵を完成させるために戻ってくる。いつの間にかなんでこいつら仲良くなってんだ。というわけで、本当はラクシュミもちょっとな、入れたいんだよな。やっぱケアルガがいいよね。まあ、ミドガルズオームよりは、あともうちょっとだな。クエイクがもうちょっとだ。まあでも、1だからな。ラクシムに変えちゃおう。先にケアルガを覚えておきたい。で、バリガルマンドはティナ最優先でしょ。じゃあ、シャドウにミドガルゾームでもやっとく。ビスマルクはね、力プラス2っていうのが、やっぱり結構いい。よし。じゃあ、こう、ちょっと待って、ここら辺のさ、武器防具屋、見てないんだけど。どうなの？品揃え。サークレット。え、超いいじゃん。これ3個くらい買っとこう。黒ずきん。は単なる防御力か。まあいいや、1個だけ。素早さプラス6ってめちゃくちゃいいな。これちょっと、もう2つくらい買っとこう。金結構あるからな。クリスタルヘルムってだって、ないでしょ。普通に防御力が高いっていうだけだ。結構いいの売ってんな。全然見てなかったわ。ちょっと武器屋も見よう。武器屋下じゃねえかよ。で、マンイーターは普通に売ってるし、マンイーターとかパルチザン、ちょっとクリスタルソードも1個買っとくか。なんとなくスナイパーも1個使っとこう。果たして使うかって言われたら結構微妙だけど。で、1回寝よう。すごいものを見つけた。デスゲイツ。戦闘が終わっても体力を回復する術を持たぬ。デスゲイツがなんか会えなかったんだけど、結構粘ったけど。出現率そんな低かったっけっていうくらい会えない。もう会ったらバニッシュデスで、バニッシュデスで倒そうかと思う。めんどくさいから。でも普通にもう太刀打ちはできると思うんだよね、この主力メンバーであれば。では今度こそ本当に行きましょう。ゾゾタウンへ再び。どうぞ。で、一応ね、デビデトはかけておこう。さて、上行ってしまった。ゾゾ町知らねえよ。てか、これなんか買わなきゃいけないんだよね。ヒルギガース。ちょっと特に何にも敵が変わってないから。そのまま。何？強い。弱い。ゾゾ山のモンスタースーパーしっこいから確実にダメージ。砂、サビ取り、サビトレール。よし、ここか。サビが取れた。ゾゾ山、宝箱が見たところあるんで、グラシャラプラス。ちょっと待って、ここはガチでいこう。ファイバー。クエイクでいくか。で、もう無限得でしょ。ちょっと待って。ブブってなるんだ。で、手裏剣でも投げてよ。3400。5300強い。やはり異常だな。アイスシールド。八竜もちょっと倒していきたいかな。レッドキャップ。無限頭部で一体倒せるから、クイックはマジで必要ないな。そこまでの強敵がいない。魔法習得値4、意外に高い。え、これなんだ、全然こっちに来ちゃってるけど。
雷神の盾で、これ普通にファイラーでいいんじゃないか。ただし失点、間違えた。5000とかファイラーの火力も異常だな。さっきあっちから上も行けたけどね。これも一人必殺がいいな。なんかパクってきたんだけど。必殺技は無限工具で、ティナもファイラで、シャドウは手裏剣でも投げる。よし、これで OK。 いいね、魔法習得値4はマジで美味しい。イージスの盾とかあったけど、イージスの盾って魔力上がんねえかな。魔力は上がらないか。防御は下がるけどだいぶ上がるな。でいろいろと、これどっちから出る。とりあえずこっちから出たけど、ゾゾ山ちょっと左も気になる。何効かない、火が通らない。あ、宝箱いいね。金の髪飾り、これはマジで欲しい。金の髪飾りすげえ。イヤリング外すか、こっちか。いや、マジックパワー消費半分はマジでいい。あ、早めに来りゃよかった。すげえ後回しにしてたけど、こんないいものがあるんだったら。さっ、ちょっと、これはめんどくさいな、さすがに。ファイバーで、クエクトで、真空波。やっぱ敵がいっぱい出るとめんどくせえな。やはり全体で一掃するか。これだけ言って魔法習得値2しかくんないんだ。ストーンペア、8700円、大した金額ではない。こいつ1体で2持ってるかな。あれ、これこっちいける。あ、いけるわ。で、これテント使うとさ、レビテトもなくなる。もしや、なんかなくなってるっぽいな。じゃあ飛んでおこう。で、このスイッチは買っちゃう。あ、ドラゴンが現れた。これここにいれば戦ってみよう。とりあえず今の力ならいけんじゃねえの。パイがあるし、セリスがいればマジでなんとかなる。よし、やってやろうじゃねえの。ストームドラゴンで、まあ、こいつは無限トークでしょ、まあ、無限トークで火力出せるのはいいな。で、手裏剣飛んでるからクエイクは絶対無理だ。一回弱点を見たい。で、弱点見たらトランスかけて、結構ヒットポイントは高い。雷か、雷だったらライジングリフターだろ。結構強い。で、サンダラ、で、まあちょっと回復だな。まあ4000か、全然 OKOKOK。 直剣無限頭部、この波乱やべっつえ。ちょっとこれもう一回ケアルラかけとこう。トランスの時間なんかだいぶ長くなってる気がするんだけど、なんでこれ3高で多分9999いけんじゃない。大体3人じゃあケアルラを単品にかけよう。
いや8000か。まあまあまあしょうがない。倒した。まあこんなもんでしょう。じゃあ8竜はもう余裕だな。多分全部倒せる。クイックゴーツアーマー、あと7匹だそうです。でこのまま下に下っていけばいいのか。でちょっともうめんどくさいからガチでいこう。あ、そうか、半分になってるから全然いいのか。ライジン、ファイラー弱え。いけファイラー、火力が違いすぎる。まだマスターをしているわけではない。100って結構大変なんだよね、1しかない中で。増加ローラへ嘘を書き続けてきたわしを許してほしい。モブリズの若者はもうこの世にはいない。カイエ、鍵がかかっている。これしかもさ、伝書場取ってタダでやってんのかな。金払ってんな、誰に金払ってんだろうね。タダ働きじゃん。壊滅直前の世界だが、夜明けの光は変わらぬ。人の心も決して変わらぬ。かっこいいことは言っている。カイエン、みんな無事だったか。カイエン、拙者も行くでござる。世界をこのまま放っておくわけにはいかない。どうしてここか。手紙を読んだでござるか。この花どこで作ってたの。この山で採れる草木で作ってたのかな。これはちょっとした趣味の一つ。この造花結構うまいよ。お主ら本当でござるか。かわいいセリス、いつぞやの手紙を持っていた娘が気になって学んだり言ってみた。娘は返事はもう来ないことを知っていながら、それでも毎日手紙を書いていた。手紙を書きながら自分でもあの子と同じことをしている。本当は前を向いていない。もう目をそらすまい。そして前に。深い。学んだでガウにあった。ケイフカを倒すために強くなる。獣が入るか。いや弱かったけどね。めちゃくちゃ弱かったけどね。鍵がかかっている。ゾゾ山。カイエの宝箱。あ、これなんか左にゾゾのあれが見えんな。勝手に開けていいのか。誰にでもわかる気か。漫画でわかる気か。機械音痴かな。ちょっとエッチな方。さーってじゃあ出ますか。例によって。誰が持ってんだ。テレポ、あ、いた。でここからなんかだいぶ強くなってるっちゃだいぶ強くなってるからな。なんかちょっと闘技場とかで少しアイテム稼ぎをしたい気がする。でも魔法を使ってくれるかって言われたらちょっと微妙なんだよね。火力で押し切りたいからな。マッシュも必殺技結構微妙なの使ったりするからね。なんかバーサクリングみたいなのねえかな。お、シャドウ、ちょっと待って、始まってしまった。なんかイベントが。クライド、相棒の俺をよくも殺したな。お前も俺のとこに来い、クライド。
とりあえずタイマーの腕輪かけて飛竜の角をゲットしよう。ジャンプが複数回できるようになるからね。で、用心も倒せるのっていう問題があるけど、ゴーの舞マジで弱そう。これ500とか死の宣告やばいぞ。これなんか隣でしたコンヒュとか、お前、ま、自分が混乱してんだろ。かまいたち400か、サンダーとか、なんかこの AI がしょぼすぎる。攻撃しろ、オーラキャノン。あいうち、なぜだ。ダメだ。サンマさんに風魔手裏剣が売ってるから、これをいっぱい買おう。50個でいくら。あ、2万5000だ、超安い。99買おう。で、風魔手裏剣がかけると風車にできるんだけど、カオスドラゴンとか絶対倒せないっぽいんだけど、強そう。いけ、無限飛ぶ出た。まあ、風魔手裏剣1個くらいだったら別に無駄になってもいいからね。アスター、え、なんだこれ、即死っぽいな。違う、げ、なんかいろいろやばいことになってる。これ必殺技だったら大丈夫かな。ドラゴンクローだからカオスドラゴンに当たるのかな。攻撃力的にはタイガーファングとか強いからね。よし、倒した。風車ゲットという感じです。まあここもまた強くなったらまとめてやろう。という感じで、じゃあカイエンが仲間になったんで、次はカイエンを入れてドマ城に向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。